はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回なでしこがさらわれたところからなので、まあ、なでしこの創作からやっていきたいと思います。このままウィズダムキューブの研究所地下2階を進んでいこうと思います。じゃあこっちかな。お、宝箱。メガライフキット。お、やった。普通のライフキットだと今もう回復が間に合いませんからね。こいつらは押してくか。通常攻撃でひるんでくれるのは結構いいっすね。ザクマシンガン結構食らうな。お、開いた。ついでにユニコーンのレベルもアップ。あ、広場っぽい。大丈夫かなこのままで。よし、行きましょう。いたぞ、なでしこだ。サドンダスに対抗しているのか。なでしこ、今助けてやるぜ。普通に戦ってんだ。ぬおん、ポーゼ、カモンカモン。そのまま戦闘かよ。じゃあこいつをまた弱点を探ってきますか。ユニコーンはアンクで4ターンの間味方全体の物理攻撃力が上昇します。これ使いましょう。ウルトラマンはネビームブレードで、仮面ライダーはまあ氷で一旦攻撃と。いけ。普通。いたー、強え。むしろ炎ガードされてるし。じゃあマシンキャノンで攻めますか。ユニコーンはどうしようかな。回復させるか。で、ウルトラマンはまあ普通にメテオでゲージを上げていきましょう。風が効くかどうかですね。あとはだな。てか攻撃力高えなこいつ。1回1回の、マシンキャノンで。ユニコーンはまあそのままハイパーバズーカってなんだっけ。あ、命中率を下げるのか、効くのかな。ちょっと使ってみようっと。でウルトラマンはまあこれで、ライダーが回復に回りましょう。うおー、300食らうとヒールじゃ間に合わないですからね。ライジングガンダムは結構 SP 使うんですよね。18使うんで。メテオでメーターを貯めていきましょう。どうしようかな、ドラゴンクローでいいかな。 SP の消耗が結構激しいっすね。普通に攻撃するかな。こっちの方が強いのかな。7くらいだったら。あ、そうだ、炎ダメなんだ。やってしまった。あぶねー。あー、元に戻っちゃった。まあいいや。ヒールレイン、ウルトラマンはメテオ。じゃあウォータースラッシュストライクかな。226とかだとなんか死ぬ可能性があるからな。ウルトラマンが戻るまでな、ラッシュが使えないっていうのがちょっと痛いですね。もう回復はちょっと早めにしとくか。速いね。うおお、ユニコーンに集中したな。あ、なんかサドンダスは地面に降り立ったって書いてあったな。いいや、1使っちゃおう。1でいきます。ゴッドガンダムはな、炎だからな。まあ普通にじゃあマシンキャノンじゃなくてゴッドスラッシュにしよう。でユニコーンはちょっと回復、ライジングガンダムで。ウルトラマンは、まあ、威力の高いメビウスキックでいいかな。でライダーはドラゴンヘルクローかな。よし、これいきましょう。ライジングガンダム、
超いいねスペシャル最高。このライダーは何なんだ。ダッあと1ターン使えば、うわーやばい倒せそうだけど、ユニコーンがやばい。ガードしましょう。ここは?329かマックスヒットポイントで、うわー皮を切らせて肉を切る、肉を切らせて骨を断つ。ちょっと回復しときたいからな。攻撃して、復活ヒット。そいつはまだ攻撃がいけるな。まあキックしておきましょう。200だから食らったら死ぬ。おお危ねえ。ピコンピコンしちゃったよ。まあいいや、ラッシュ使おう。いきやす。この総攻撃で多分倒せると思うんすよね。ダブルシュート使おうかな、ガンダム2人で。でこいつもツインスラッシュ使えない普通に攻撃しますか。メビウスキック。あー間違えたやばい、あぶね。1003超強え平凡な清流の逆鱗。おーレベルアップ。サドンダス。グッグアー。なでしこ、大丈夫だったか。うん、そうはいきませんよ。グアー、キャー。残念でしたね。ここまでです。ユートピアドーパント。ユートピアドーパントは手にした銃のような器具をなでしこの体に押し当てた。何をするんだユートピア。お、彼はためらうことなく器具の引き金を引いた。するとなでしこは光の粒子となって吸い込まれた。なでしこ。ユートピアはゆっくりと慎重な手つきでその器具からアストロスイッチを取り出した。なんだそれは。ソルスイッチです。ソルはエネルギー粒子に変換されました。まさかその中になでしこ。この中にあるのは純粋なエネルギーのみです。わかりやすく言えばあなたが求めている彼女は死んだということですこのソルスイッチ、そして未来のコアメダルが揃いました。これでいよいよ超銀河王が誕生します。なでしこ返せぐわーフォーゼ。はあ、ぐはあ、あなたたちもしぶといですね。始末 してしまうにはもったいない逸材です。我々の実験台になるか、それともここで死ぬか、好きな方を選べと言ったらどうしますか。ちふざけやがって見つけたぞユートピアドーパント。この声は誰。おお、ダブルかっこ翔太郎って何大丈夫か。ダブル、やはり仕切っていたのはお前かユートピアドーパント。貴様どうしてここが。僕たちは別のキューブにいたんだが、君たちの下っ端のドーパントを見かけてね。探偵の鑑定やつかな。事件の匂いがしたんで調べさせてもらったよ。まさかこんな大ごとになっているとはね。仮面ライダーダブルが来たからにはもう許さないよ。さあお前の罪を数えろ。なんか始まった。さあお前の罪を数えろ。ヒートメタル、どんどん行くぜ。ルーナトリガー、逃がしはしねえ。これでいけるよ。最強ジョーカー、これで決まりだ。マキシマムドライブ
ジョーカーエクストリーム。決まったな。決まったの。よし、ソウルスイッチ、いや、なでしこを返してもらうぜ。くっ、ソウルスイッチだけは渡すわけにはいかない。ダミー怪人、ヒーローどもを抹殺しなさい。ガー、カザリ、ガメル、ウバいっぱい出てきた、メズール。何？グリードだと？ダミー怪人といったな、本物のグリードではないということか。は、本当だ。しかも不完全だな。ですが能力は完全。いや、それ以上かもしれませんよ。ご検討を。え、4体相手にすんの？待て、ユートピア。くっ、このグリードども、グリードもどきは俺たちが引き受ける。ダブル、お前はユートピアを倒しソウルスイッチを奪い返せ。すまねえな。あんた手で戦うの？お前らの相手は俺たちだ。こいつらを倒すぞ。準備はできてんだろうな。ああ、ちょっと準備できるってことね。ちょっと待ってね。 NO。 おい、マジか。すぐに準備してこい。少しの間ならなんとか。ウルトラ念力ありがとうございます、ウルトラマン太郎。おお、危ねえ。ゴッド超減ってるし。このままいったら死んでた。じゃあアイテムで回復させましょう。あー、ユニコーンのエスピがねえな。とりあえずヒットポイントは大丈夫だけど、このスピリットタブ全員回復だからちょっともったいないけど、1個使っちゃいましょう。よし、じゃあこれで準備 OK です。戻ってきたな。相手はまがいもんのグリードだ。いいか。もう大丈夫。よし、行くぞ。おー、いっぱいいる。どうする、一体ずつ撃破していくか。とりあえずゴッドスラッシュ、アンクって、あ、25も使うのか。そうだな、ユニコーンはちょっと普通に攻撃しますか。で、光が効くかどうかと、氷が効くかどうか。あぶねー、23くらいか。4体いるとなんか大変そうだな。わあ、やばいやばい。おお、マジか。1体ずつカッコ撃破した方がいいな。炎効かないマシンキャノン。でももう半分減ってるから、メビウスキックを使いますか。で、こいつも攻撃力の高いドラゴンテイル。あんま効かないんですよね。これも大丈夫。よし、オッケー。こいつは強い。まあ1体1体はそんなに強くない感じだから。ただウルトラマンが次のターンでもう使い物にならなくなるかな。文字が早いね、スキップすると。何かが無効になったって書いてあったけど、何が無効になったんだ。うわー、ピコン。あー、なんか無効かかっ切れたけど、ちょっと SP を温存しておきますか。蹴りつけてきた。オッケー。もうユニコーンはずっとヒールレインだな。3体目はちょっと温存しつつ倒しますか。いて、何が向こうになった。マジか。あ、当たった。物理属性無効化か。
ちょっと厄介っすね、そうすると。メズ、これだよ、メズ。あーやばい、よし、ウルトラマンがいけるんで、ちょっとここは1ラッシュしましょう。ホットフラッシュ、マグナムもすげえ使うからな。ちょっとこいつは回復、スタンした、よしよしよし、オッケー。でここはちょっと忍ぶ、ディフェンスして、こいつは回復します。痛い、危ねえ危ねえ。俺は発動、それでも、おお、エネルギー特性攻撃、こいつ使ってくんのか。またちょっとラッシュをかけましょう。こいつはどうしようかな、ゴッドフィンガー使おう。で、ユニコーンコンボ、ツインフラッシュ、クライプを当たった。1329、めっちゃ強い。これあとちょっとだな、敵のヒットポイント。もうミリ単位ですね。これで倒そう、倒せるっしょ。一応バルカンに使っとこう。ウルトラマンも攻撃に参加しよう。どうだ、よし、うん、チップが手に入らないってことは後で雑魚敵で出てきそうだな。よし、ダブルの援護に行くぞ。超銀河王誕生を阻止せよ。あ、先に向かったのね、あいつは。まあじゃあこのまま先に進みますか。どっち？こっちか。また扉が、ここ開かなそう。あ、開いた。意味ない部屋だ。ドカーン。なんだ、近いぞ。ちっ、まるで歯が立たない。マジか。ダブル、あ、お前らか、すまない、一歩遅かったようだ。そうです、すでに超銀河王は誕生したのです。ここまで駆けつけてくださったお礼に、特別にその姿をお目にかけましょう。意外にごついな。超銀河王、超銀河王、目の前にいるのはヒーロー、つまりあなたの敵です。敵はぁ、頭悪そうだな、超銀河王の割には。グハー。誕生したばかりでこの威力、本来の力がどれほどか実に楽しみです。なんだと、超銀河王、あなたの能力もっと見せてください。はぁ、うわ、これ以上は耐えられないぞ、撤退しよう。さあ超銀河王よ、もっともっと攻撃を。お前はなぜ私に命令する。何、面白い質問をしますね。あなたはまだ生まれたばかりです、無理もない、これから時間をかけて調整しましょう。おい、今のうちに撤退するぞ。ああ、お得意の撤退っすね。もう何度撤退してるかわからない。ここは、ああ、フェニックスか。ヒーローども、特に指輪の魔法使い、このキューブにいるのは分かってんだ。どこだ、どこだ。ここまで撤退したんだ。ゴッドガンダムたちは拠点へと撤退した。すでに別動隊も引き上げており、回復のためメディカルルームに収容されていた。ゴッドガンダムたちはなでしこがソルスイッチに変えられ、超銀河王という凶悪な存在が誕生したことを光に報告した。そうか、なでしこは助けられなかったか。
敵はますます力をつけてしまうな。くっ、俺にもっと力があれば。そう気を落とすな、フォーゼ。 RX 先輩、そうっすねそうっすねでいいのマジでダブル先輩にも会えたし、いいこともあったっす。マジでなでしこの扱いそんな程度なの俺もユートピアのやつを倒せなかった。褒められたもんじゃねえ。みんな力を失っているんだ、そう自分を責めるな。それよりダブル、今までの話を聞かせてくれ。別のキューブから来たと言ったが。ああ、俺はこの先のキューブに取り込まれ、アクセル2号ウルトラセブンと共にクライシス帝国と戦っていた。かけらをめぐってな。クライシス、コロニーキューブからこっち、行方が分からなかったがそっちに行っていたのか。アクセルに2号セブンも無事か。分からん、ウルトラマンセブンのことだと思うけど。アクセルと、あ、2号は仮面ライダー2号か。ああ、みんな無事さ。しかもかけらも手に入れた。優秀だなかけらを、すごいじゃねえか。クライシスを滅ぼしたのか。撃退といったところだな。まだカンブレーン中も生き残っている。そうか、やはりクライシスは俺が。お前たちが手に入れたかけらはどこに。向こうにも拠点があって、そこに封印してある。なるほど、アクセルたちは今何を。キューブ内の情勢が落ち着くまで警備を続けるとのことだ。俺は警備中に財団 X のマスカレードドーパントを見かけたんで、単独で調査に来たってわけだ。財団 X？ 俺が元の世界で敵対していた組織で、ユートピアのやつもそこに所属していた。ならばネバーの後ろには財団 X か。いや、取り込まれた幹部はユートピアのみ、財団 X 自体は関係していない。ただ異変によって財団の兵士や資金の一部は取り込まれているようだ。ユートピアはそれを利用し、自らネバーという組織を立ち上げ、勢力拡大を狙っているらしい。なるほど、そういうことだったのか。で、こっちの状況は。ヒカリは今までの経緯を話した。そりゃ大変だったな。僕が調べたところ、キューブには必ず一つ欠片がある。だからウィズダムキューブにもどこかにあるはずだ。ならばマウンテンキューブから移されたものを合わせて、欠片は2つあることになるな。ネバーが欠片を2つも。超銀河王やユートピアを倒したい気持ちもわかるが、まずは欠片だな。そうだな、私も賛成だ。だがどのエリアを捜索するんだ。闇雲に行っても効率が悪い。だったら地上はどうだ。俺が来た D ゲートは地上にあるんだが、その周囲はまだ詳しく調べていない。地上？どうやって行くんだ。地上とつながっているエレベーターがあるんだ。もちろん場所は教えてやる。よし、そのあたりから攻めよう。ダブル、お前は戻るのか。いや、こっちに参加するぜ。向こうはアクセルたちで十分だろう。それにここの相手はユートピアドーパントだからな。この手で倒したい。わかった。ではみんなすぐに準備にかかってくれ。俺たちは2人で1人の仮面ライダーさ。あ、そうなのだからダブルなんだ。あ、ダブルさん。お、ターン A、 どうした。ダブルさんについてちょっと気になることがあるんですが。俺に？なんだ。その、なんて言ったらいいか、僕も君が気になっていたんだ。ヒゲのガンダムとは珍しい。ゾクゾクするね。あ、今喋った人のことです。ダブルさんと話していると二人いるような気がして。ああ、そうか、お前は知らなかったな。俺も知らない。俺たちは二人で一人の仮面ライダーさ、翔太郎&フィリップ。ほー、どういうことですか。まあ要するに、この体の中には二人の性格があるとでも思ってくれ。は、はい、わかったな。よし、準備にかかろうよくわからん。地上の捜索。はい、ということで、まあ、なでしこエネルギーにされちゃって超銀河王が誕生してしまいましたねとりあえずなんかなでしこの扱いちょっとひどい気がするけど、まあ次回は、地上の捜索をやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。